極域環境データサイエンスセンター長の門倉から、当センターの活動報告をさせていただきます。昨年度は、これも、昨年度までの報告をいたしましたので、今回は、今年度、2022年度の活動を中心にご報告したいと思います。我々のタスクはですね、国立極地研究所は、を中心として南極北極で様々な研究観測活動がされてますけれども、そこから捉えたデータの共有、利用をですね、促進するというのがメインタスクとなってます。データ管理をして共同研究に寄与して、それをもとにオープンデータ、オープンサイエンスを推進するということの支援をするというのがタスクになっております。で、その中で、このように左側が、極地研究所を、中心とした観測研究活動で、右側の端が外部のコミュニティということで、我々はその間を橋渡しをするようなタスク、支援活動を、目的としておりまして、設置当初からですね、ここに示しました1から7までの項目に、を目標にした活動を進めてきております。で、これが、前年度までの、第3期6カ年計画中の、計画ということで、2017年度から発足したんですけれども、そこからいろんな開発を経て、今運用に入っていて、今年度から、第4期の6カ年計画ということで、その活動を継続的に進めていくと。で、特に1番目の統合データベースというものの開発を、今年度進めることを、かなり注力してまして、来年度にかけて開発を、さらに進めて実運用に入っていきたいというふうに考えております。で、今のメンバー構成なんですけども、2022年度ですね、研究スタッフで、研究者がメインなんですけれども、私と准教授2名、助教1名、から特任の教員の方が1名と、特任研究員の方が1名、それから兼務教員は、極地研究所の研究者の方に兼務していただきまして、9名の方に兼務していただいてます。補佐員の方が3名という構成になってまして、前年度に比べまして、主の教員スタッフが1名増えたのと、兼務教員が2名増えております。で、まず1番目の統合データベースシステムについてですけれども、これを我々は AMIDA と、AMIDA くじの AMIDA にかけてますけれども、AMIDA という通称で呼んでますけれども、この新しいですね、サイエンスプラットフォームの開発を、一つ目玉として推し進めようとしています。で、これは極域データをまず対象にするんですけれども、極域に限らずに、いろんな分野の幅広い分野のデータ、メタデータを受け入れて、その間の、いろんなデータをですね、一元管理というか、いろんなデータを、等しく、カタログ、検索してカタログ表示するようなシステムを作り、かつ、いろんな異なるデータの間の、相関とかですね、計算をすると。で、お互いに新しい相関を見出すみたいな形で、未知な現象を発見する、あるいは新しい学術分野の創出に向けたような、新しいシステムを作ろうとしております。で、このシステムの、開発には、その情報学研究所のリポジトリシステムとの連携等を進めようとしているところです。で、今年度はですね、特に情報研の、こういった事業の、募集にですね、応募しまして、採択されまして、データエコシステム構築事業というものを進められようとしているんですけども、そこのユースケースですね、実際それを使った、ケースの創出課題ということに提案をして、AMIDA 関係の提案をして、採用されています。で、これは、情報学研究所の方のいろんな、インフラとかですね、クラウドコンピューティングとか汎用ツールとかですね、情報研を利用した、いろんなコミュニティの、異なったリポジトリとの連携というのを、視野に入れて、我々の AMIDA と、これと連携しながら、新しいシステムを作っ
ていこうという提案になっています。でこれについてはですね、本日のポスター発表で、特任研究員の小材さんが、発表されますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。詳しくは小材さんからの、説明をお聞きになられればと思いますので、よろしくお願いします。でそれからもう一つはですね、汎用的な、データベースシステムとして、我々の、管理しているものとして学術データベースというものがありますけれども、これは極域の 南北両極域の、非常に幅広のデータのですね、メタデータベースになってまして、これは、南極関係のデータコミュニティ、南極データ管理委員会とかですね、あと、世界データシステム WDS とかコデータといったものともこうタイアップしながら進めているところで、ここで登録されたメタデータは、国際的な南極マスターディレクトリーとか、そういった国際的な、ディレクトリー、メタデータシステムと、総合運用するような形になっております。まあ、こういった国際連携も継続して進めて、特にこの南極のデータ管理委員会との、パイプは非常に強く保ちながら活動を進めてきています。ですがもう一つはユーゴネットですけれども、これは南極大学間連携プロジェクトでして、国内のいろんな大学と連携しながら進めているところですけれども、まあ、メタデータベースを作るというのと、それから解析ソフトウェアを開発するというのは一つ特徴としてあります。それからそれをもとにした講習会、あと人材育成のような活動も行っていて、これはアメリカの方のコミュニティ、あるいはヨーロッパのコミュニティともつながっています。で、こういったユーゴネット関係のこの年間のスケジュールに従って進めてるんですけども、今年度は特にですね、今まで IDL ベースの解析ツールだったんですけども、それから MATLAB とか、最近では Python を使った解析ツールの開発を精力的に進めているところです。それからデータ出版ですけれども、これは極地研のデータジャーナルのポーラーデータジャーナルというものと、我々が協力、我々のスタッフが協力しながら、データ論文の、編集作業等に協力しているのと、あと実データ、あるいはメタデータを先ほどのご紹介した学術データベース、あるいは極地研が中心となっている ADS。への登録、あるいはそのデータへの DOI 付与といったところに、貢献しております。で、着実にデータ論文が出版され、かつデータの登録 DOI 付与というのも、継続されてきております。これは編集プロセスですけれども、エディトリアルマネージャーがあって、受け取ったデータの、レビュー、エディターがあって、でレフリーがいてと、通常の論文と同じなんですけれども、異なっているところはデータのレビューも行うということで、我々スタッフはこのエディターのところに、エディトリアルプロセスに関与して、データの確認とかですね、リポジトリの確認とか、そういったことに、支援を行っています。でこれが、出版された、今年度出版された論文で、いろんな分野の、データ論文、特に南極域からのデータが多いんですけども、最近ではカナダとかアラスカとか、他の極域のデータを使ったデータ論文およびデータの、登録といったことも進められています。それから国内外のデータコミュニティとの連携ですけれども、国内の研究集会やシンポジウム、それから講習会やアウトリーチ活動、それから国際的な、そういったデータ関連の集会シンポジウムの参加、あるいはコンビーナーとしての参加等を進めてきております。で一つ、今回この年度の特徴としては、ロイスの国際戦略アドバイザー招聘プログラムに、採択されまして、オーストラリアのアンタクティックディビジョン南極局のデータセンター長のジョナサン・クールさんという方を約1ヶ月招聘しまして、いろんな打ち合わせを、数多くの打ち合わせをして、アドバイスをいただきまして、こういったすごい非常に貴重な報告書をいただきまして、助言をいただいてます。
まあ、一番耳が痛いのは、専門のデータスタッフを雇いなさいというようなコメントをいただいております。はい、それから共同研究ですけども、ロイスの公募型共同研究で、今年度は13課題ということで、昨年度に比べても、5課題増えているということで、順調に共同研究が進められて、いろんなテーマの共同研究を進めています。まあ、こういったことが種になって、まあ、さらに新たなデータベースの作成等につながっていくことを期待しているところですけれども、今回のポスターでも、2件発表していただいてますので、ぜひご覧いただければと、お聞きいただければと思います。これは以上、こういったことはホームページでも公開してますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。ちょっと超過しましたけれども、以上です。